はい、ダビちゃん、はい、はい、佐藤さんが、はい、何やら、うん、ですね、2月4日から、うん、旅を上げていきたいと思います。お、この間のこの間の旅を2月4うん、2月4ですね、ついに宣言しました、うん、宣言しちゃったよ。なんで宣言しちゃった。大丈夫、宣言しなきゃやらないからです日々の仕事に追われてやらないからですね。いやー、あの量は無理だ、無理じゃね。まあどんだけフルにねやっていくか分かんない、どんだけねコンスタントに上げるか分かんないですけど、あまあちょっと一回4に1本目はとりあえず上げようかなということですね。1回上げたらもう止まらない、ね、止まれない、ね、1回乗っちゃったらね、まあ止まってもいいんですけどね別にテレビ番組なんてね、やっぱ、うん、ね、そんなもんですからね。そんなもんですからね、じゃない宣言するんだ、もう。やっぱり他のチャンネルが結構やってますからね、今ね。まあまあ、やっぱその中でやってくる。旅じゃねえや。あと他もいろいろやってますからね。旅はもう別にいいんです。旅をやってるとは思ってないですけど、旅。今ちょっと星さん、あの占いの準備してる。そうそう。ちょっとごめんなさい、変な星さんが今1分、2分ぐらいずっと。なんで星さん、あのずっと下向いて、無視されてるんだろう。大丈夫です。占いの準備。ごめん、びっくりしてね。今、触れないで行こうかと思ったけど。僕はだから占いありますか、僕ら。ちょっと楽しみですね。楽しみを、マジで楽しみにしてるから、いつもね、毎年ね、この動画で一番下手したらワクワクするからね。わかる。このなんか何、もちろん楽しいのはワクワクになるんだけど、それじゃなくてなんつうんだろうね、1年今後1年こういう1年するんだっていう、ね、自身の内部の話でちょっと楽しみ、うん、そうね、うん、だからまあどんくらい上げれるかわかんないですけど、まあやってきます。やれるの、リアルに。そのそういけんの。いや、1パート1で終わって次3月とかなんない。いや、それはないんじゃないですか。いける1週間に2ぐらいは上げてたらいいですよね。わかんないですよ。いや、宣言してんのに、いやもう意味ないじゃん。この動画上げなくてもいいんじゃん。上げなくていいよ。なんだろう、この動画上げない説あるから。この動画。それはまあ僕の判断なんで。だ2月のね、初めに上げるってもツイッターで言っちゃったんで。あ、言っちゃった。まあ4ぐらいがね、まあいいのかなっていうことですね。12月頭に、うん、いや、やっぱあの時期とはちょっと違いますからね。もう量がね、漫画ちゃんも始まってますもんね、このグループだけで言っても。はいはい、うん、そうね、だって6週6、5、6上げてる。でメインは毎日、うん、基本ね、それえぐいですで、旅も言うて3ぐらい上げてるでしょ、うん、今月だけ3にしたね。また2月から入って4でしょ。撮影日だけだと意外と週3ぐらいもありますもんね、今も。まあ午前だけのリモートの日とかもありますけど、リモートだけもあるね。で、この集まる日はもう丸の1日とるからね。で、他もいろいろおのおのやってるってなるとね、意外と難しいんですね。うん、ただ、まあちょっとやっていかなきゃというか。ね、うん、そうだ、旅行ったはいいけどやっぱね、うん、動画上げるのがマジでむずいっていう。ね、あの量を今の環境で編集ぶち込まれるわけだから、いや、俺、とりあえず立つもん、俺自分だったら。今のこの自分の環境に、あの旅動画の編集は吐きますよね。吐くと思う。3日間ぐらい吐くと思う、多分。しかも一駅の素材っぽい素材はもう、ま、ない気するもんな。昔の編集データね。というか、ちょっと使いづらいだろうしね、今と。そうだね。だからゼロからでしょ。ゼロ。めっちゃシンプルだったりしても、うん、めっちゃシンプル編集。全然なんもない。まあ、いいまあね、いいと思う。上がんないよかはいいと思うよ。ちょっとだから。ただね、やるとやっちゃいますもんね。やるとテンポとかも考えちゃうから。だからテンポとかはね、多分前ほどよくしないと思います、その。はいはい、皆さん、多分見ていただきたいと思うんで。まあ、それはもうさ、普段のこの旅ちゃんに慣れていただいてますから。そうだよ。前はね、やっぱ、前は3本で収めるみたいなね、なんか、なんとなく決めてたんですよね。やっぱその方が、その方が総じて見やすいからね、伸びるかも。無限に出るもんね。下手したら20とか出るでしょ。だ展開のないやばい回とかめっちゃあるかもしれないです。この回展開ないな、みたいな。それがパート5くらい続いたら嫌だけど、さすがに。多分あれはそのいや、ここのチャンネルでいうと、まあ本当に定期的にもうずっと、まあ、いやシーズン1みたいなことだよね。だからそのドラマとかもさ、うん、このシーズンなんか何回も見返すとかあるじゃん、うん、だそういうことだよね、うん、旅中だ日常、こういうのは日常で見てもらって、そうね、そういう中だからずっと置いといて回るような。そうね、ずっとね、だって過去の旅ちゃんをだってもう10万回何回も見ましたみたいな、このそう最近のこれまた何か見てるとかってコメント嬉しいよね、過去のやつとかね。そうそう、だからやっぱ人気だ、おもろいんだよね、やっぱり見返しておもろいよね。そう、なんか旅行くからと思ってちょっと前見返したけど、うん、見ちゃうね、おもろい。編集もちゃんとあのパン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 行ってるし、うん、そうね、うん、ゆるっと行こうよ、だからそこはさ、そうだね、始めなきゃいけないっていう怖さだけに立ち向かう、そこだけ向かえばあとはゆるっと行こうよ最初のね、ハードルって一番高いじゃん。最初高いね、そこさえ切れればさ、あの素材一気に並べるとかね僕はさ、そのあれをやんないからまだあ
あれ流通じゃないんですけど、一回全部見る人いるでしょ。あ、いると思うよ。あ、俺なんとなく覚えてるから、まあ、まあ現場行ってるからね、うん、いや言ったらディレクターだから、ね、その立ち位置的には、ね、もう初めてそれで切っちゃうんだけど、うん、もう、はい、でもうテロップ入れちゃうんだけど、うん、いやあれやる人まとめてっていうね。いやだからその現場行ってないタイプの編集、そうだからやっぱこれはできないですよね。他の人に振るのは無理だよね、あんだけの長尺は、うん、この食べちゃんの旅をさ、例えば外注するって言ったらどんぐらいになるんだろうね。いや、えぐいですと思いますよ。えぐいよね、もう数十万いくよね、多分ね。いくでしょ、編集費だけでね。何十万いくんじゃない、ね、素材尺がもう8時間とか、うん、そんななかったっけ。8も取ってないんじゃない、回してる時間は別に。あ、5ぐらい、5、5、6、6いくかいかないかぐらいじゃないかな。結局その6本を何本にしなきゃいけない。普通だったらさ、うん、構成書出してさ、はいはいはい、ね、編集のためのさ、あれを出さなきゃいけないわけじゃん、うんうん、そう、漫画ちゃんとかそれがないからさ、別にその、そうそう、ね、もうほとんどカットないしというか、そう、別にいいけどさ、カメラ、まあカメラでも1台だけどね。まあバラエティー全然高いよね、まあ、やっぱ一番編集は大変だろうな。うん、結局ね、これは大変やで。大変よ、ね、めっちゃなんか書いてる、うん、あ、バレた、出ました、はい、はい、いつでもない。うわ、前回占いのタイトルはですね、ああ、チーム崩壊の危機っていうのがあって、乗り越えましたね、今年1年。いやいやいや、勝手に言ってた。チーム分裂の危機って書いてある。そんな感じの会話したって言ったの、なかった気がするけど。全然覚えてない。そんな感じ言ったっけ。めちゃめちゃ嘘ついてんじゃない。いや、俺そんなことしないでしょ。嘘はつかないんです。そんなことはあったかな。何言われたか全然覚えてない。覚えてないの。ちょっと去年のフィードバックとかもらえますね。それはいけるんすか。ないよ、だって星さん今やってんだから。あ、そっか、覚えてないのか。あ、覚えてない。絶対こういう小ヤッキーさんのとこ行った時とか前日から準備してるよね。絶対してるよ。その差ね、やっぱりね。その差、うちのは出てるもんな、占いのその結果に。その差がちょっとでも良くなるもんね、やっぱちゃんとやってたら。俺から占ってもらって、なんでその上から行けるただでやってくれるの。なんでその上から行けるの。やっぱおじさんね、ちゃんとしてたもん、あの時は。俺なんて適当にやるけどね。いくらか足したら、今日2000円渡したら手相もやってもらえるとかやってみます。今日初めて追加ルール。オプションない。オプション、いやいや、オプションやってくれない。やっぱおじさん最高でやってほしい。高いからさ、おじさん、ね、仲間内でオプションちょっとね、やめてください。追加料金払わないで、追加料金払わないで、やっぱりね。プロだから、おじさんね。手相見てもらいたいもんな。見てもらっとうと。あれ、この表はいい、あ、見たい、せっかくだったもんね。これ作るだよ。でも前1回もらったのあるよね、うん、あれと変わんないよね。変わんない。じゃあいいんじゃないですか、とりあえず、うんうん、なんか点数言ってくれれば大体今年のを知りたいですね。はい、はい、今年のですよね。楽しみなんで、はい、占いが先や、あ、これをすぐ上げて、はい、占い次上がって、その次ぐらいが、はい、あれ、食べちゃん、あ、そんなことないか。旅が始まるの、始まる、まあ4日です。早く出ることはないです。よっかなと、いつでかっていうのね。まあまあまあね。でも始めたら焦ると思うんですよね、さすがに人間なんで。納期に追われるタイプだもんね。納期は終わります。できないタイプだね。まあそうだね。まあ一緒。まあでもまあ大体そうだね。まあ、みんなそうだね。あれの編集はそうよね。大体そうだね。確かにな。はい。はい。はい、というわけで、ちょっと占いも見てください。はい。旅お楽しみに。はい。おしまい。お願いします。